こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。今日は出品価格についてですね、えー。この出品価格、最低価格と最高価格、この間の金額で出品してください。えーね、バカ高いからといって、えー、安く出品すると、出品が価格設定間違えてるんじゃないかということでね、出品できない例があります。 また逆にね、まあ、安すぎるから高く出すってことはあんまないんですけど、まあ、安すぎるからといって高く出すとね、それまた間違えてるんじゃないかと。この間、ね、この間の金額で出品しなさいという通知が来て、間違えてると思うんでね、出品止めておきましたと。これがまたね、出品止めておきましたの出品を再開するのが、 ちょっと手順を間違えるとね、えー、なかなか大変なんで、は、ま、じ、あ、めからこの、えー、最低と最高の間で出すとで。高すぎる場合は出して出品されてから、まあ、例えば10%ずつ、えー、3日ごとに下げていくとかね、えー、そんな形で下げていかないと、えー、システムのエラーに引っかかっちゃうんでね。 これ20%下げられるのか30、30%下げられるのか10、10%下げられるのかは、試しながらえ様子見てきますけど、何しろ、出品の際は、この最低価格以上、最高価格以下という金額で出すので、覚えておいてください。そうすると、送ったのに出品されてないという事態が避けられます。また、出品価格等についてはね、悩んだらご相談ください。 以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。